どうもアガポニです。今回は五章の宝箱を回収しやすくする方法についてです。それでは早速いきましょう。五章のマップは縦に長めのステージになってます。その上で左上の方に宝箱が2つあるんですが、距離が離れている上に敵もそれなりにいまして、すぐには近づけにくい場所になってます。まあそれだけならね、ゆっくり攻略していけばいいわけなんですが、さらにですね、宝箱のアイテムを盗む盗賊まで出てくるといった場所になってます。なのでなるべく早く宝箱は回収したいといったステージになってるわけですね。そこでシグルドとのエンゲージスキルを利用していくと少し楽になるので、この方法の紹介です。まずは戦闘開始前にメニュー内の紋章師の指輪項目から移動力が高い牙のバンドレかアルフレッドを選んでおきます。でシグルドの指輪を装備ですね。このシグルドの指輪は五章手前のストーリーで入手できるものなんですが、そのままだと誰も装備していない状態なので事前装備が必要になってます。でその効果ですが、まず装備しているだけで発動するシンクロスキル再移動があります。これはそのままの意味で、通常ね、攻撃後は行動できなくなってしまうものが、攻撃後も2マスではありますがもう1回行動できるといった効果になってます。さらにシグルドとエンゲージをすることで自動付与される人相というエンゲージスキルがあります。これが発動するとね、牙であれば移動範囲がプラス7と大幅にアップするので、これを使っていくことでより宝箱の回収と自陣までの戻りやすさを発揮できるといった感じになってます。このシグルドの指輪効果を使っているのといないのとでは難易度が変わってくると思うので、装備していなかった場合は事前に装備しておくといいかと思いますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。